こんにちは。ファイブスター子供スクールの阿部と申します。本日の子育てのヒントは、娘の特性が分かりましたという話をしたいと思います。すいません、今日もちょっと普段とは違う、ちょっとホテルなんですけど すいません、今博多にいてですね、そこから動画撮っております。最近講座をやらせていただいて、親御さんに言われたのが、親御様自身がですね、うちのタイプでいうと、リーダーシップを発揮するイノシシタイプなんですね、親御様が。で、その親御様は小さい時に自分の親からはですね、自由奔放に好きにやらせてもらった。それが自分が心地よくて、やっぱリーダーなんで自分で決めたいんでね、いろんなことを。それでやっぱ自分がいろんな力、英語とか何でも仕事をする上でもどんどんと力が発揮できたと。だからそれがいいと思って、自分の子供にそういうことをしたらうまくいかなかったらしいんですよ。で、それは何だろう何だろうって思ってて、うちのねタイプ診断を受けてもらって、もっとね個別相談もやってもらって、お話をして、もう何回もね繰り返して話もしたし、ずっとやり取りをしてて、またさらに講座にも参加してもらったんですけど、するとですね、なるほどと、やっぱりそうなんだ、自分と娘がタイプがもうあまりにも違うから、私が良かった教育をやろうとしてもうまくいかなかったんだなと。娘さんが具体的に言うと犬タイプなので、犬さんっていうのは自由奔放は辛いわけですよね。じゃあ次これやろうっていうような、こう小さいステップも大事ですし、どちらかというとですね、犬さんっていうのはルールとかがあった方が力を発揮するわけです。そこで、リーダーシップみたいに、じゃあ自由にいいよって言われちゃうと、やっぱやりたがんないし、失敗を怖がるんで、そう、失敗をしないような見本をたくさん見せてあげて、真似をさせてあげる。これが大事になってくるんですよね。だから、やっぱり私が教育の中で大事なのは、なんとか法、なんとかメソッドも大事ですけど、それを100%活かすためにも、お子さんのタイプを知っていただきたい。そのためのタイプ別診断なので、ぜひね、無料でできるので、タイプ別診断やってみてください。お子さんのね、タイプ別診断、ぜひぜひやっていただけると、さらに気持ちが楽で、ストレスがかからない、子育てになりますし、よりお子さんの能力を伸ばしていけて、お子さんが好きなことで力を発揮できる。本当に親御さんとストレスがね、かかんない楽しい子育てっていうのをやってほしいんで、ぜひタイプ別診断受けてみてください。詳しくはコメント欄に書いてあります。